アレクサンドル・ビソツキー、アレクサンドル・ビソツキーは、ロシアの天文学者である。ロシア帝国のモスクワで生まれ、モスクワ大学で修士号を得た。バージニア大学、マコーミック天文台にいた35年の間に、多くの論文を発表した。彼の最も有名な成果は、おそらく5つの構成の一覧を収めた、西氷ドワーフ、エムスターツ・ファウンド・スペクトル・フォータマトリクリーである。 この製表は、近くの恒星をその動きで同定したのではなく、固有の分光学的特徴で同定した初めての製表であるという点で重要である。この時まで近い恒星のほとんどは、その大きな固有運動で同定されていたが、太陽に近いすべての恒星が大きな固有運動を持っているわけではなく、この選定基準は抽出バイアスの原因となっていた。ビソツキーの観測は、 カーネギー研究所から寄付されたマコーミック天問題の10インチクック天体写真儀を用いて行われた。この装置は体物プリズムを用い視野内のすべての構成のスペクトルを同時に撮影することができた。このスペクトルによりビソツキイラは表面温度や重力によって構成を分類し数千の M 型星を同定することができた。百二十九年彼は フィラデルフィア出身の同僚の天文学者、エマティー・アル・ウィリアムズと結婚した。彼女は生涯、彼の研究の協力者となった。二人の息子ビクター・ビソツキーは、数学者兼コンピュータ科学者で、マルティックスのプロジェクトに関わり、ダーウィンというゲームを開発した。アレクサンドルは、1973年に、フロリダ州、ウィンターパークで死去した。ありがとうございます。